エルンスト2世は中世ドイツのシュバーベン大公。バーベンベルクやシュバーベン大公エルンスト1世とシュバーベン大公ヘルマン2世の娘キーゼラの子。父エルンスト1世はバーベンベルクやオーストリア編教博レオポルト1世の子であるが、コンラディン家の最後のシュバーベン大公ヘルマン3世の姉妹キーゼラと結婚し、1012年にヘルマン3世が死しなく没した後に、 シュバーベン大公位を国王ハインリヒ二世より受けた。母、ギーゼラはエルンスト一世の死後、ザーリアー家のコンラート二世と再婚した。コンラート二世が1024年国王に選出され、エルンスト二世は王の義子の立場となった。しかし、エルンスト二世は国王選挙でコンラート二世に敗れたケルン天皇コ,コンラート二世、ベルフケルヒライン伯ベルフ二世などと共に皇帝に、 大使反乱を企てた。エルンスト2世は王国会議で追放刑を受け、シュバーベン大公位を剥奪され、大公位は弟のヘルマン4世が継いだ。1030年にファルケンシュタイン城近くで皇帝軍との戦いで戦死した。皇帝コンダーアート2世は、エルンスト2世の死の知らせを聞いたとき、こんなに噛みついた子犬も稀れだわなぁと言ったと言われる。独身で、 獅子はいなかった。ありがとうございます。